ジョアンナ・ホーフマンは、ポーランド生まれのアメリカ合衆国のエンジニア、マーケティングの専門家である。シカゴ大学休学中に、パロアルト研究所を訪れ講義を受けたことがきっかけで、ジェフラスキンに誘われ、アップルに入社する。1980年に、マッキントッシュの開発チームに加わり、スティーブ・ジョブズが1985年に設立した、ネクストの初期から、 開発チームメンバーであった人物である。また、1990年より1995年まで、ゼネラルマジックのマーケティング担当副社長を務めた。MIT とシカゴ大学で学んだ自然科学と考古学がバックグラウンドである。2015年の映画、スティーブ・ジョブズでは、ケイト・ウィンスレットがホフマンを演じ、ゴールデングローブ賞映画部門初演女優賞を受賞した。 2018年のドキュメンタリー映画、ゼネラルマジックに出演している。リコレクションツ・オブ・ザ・マック、エス・クリエイターズ・シーネット。web.archive.org、2021年6月22日、閲覧。コンピューター・クロニクルズ、ザ・マッキントッシュ・コンピューターパート1985、YouTube、アンディ・ハーツフェルド、レボリューション・イン・ザ・バレー、開発者が語る。 マッキントッシュ誕生の舞台裏、オライリージャパン、2005年。ISBN 978から48億7311万2459。ジョアンナ・ホーフマン、アンディ・ハーツフェルド・ザ・オリジナル・マッキントッシュ。ありがとうございます。